はい、こんにちは。今日はですね、プロクリエイトでタンブラーのアイコンの絵を描いていきます。この前ですね、ハンバーガーのアイコンの絵を描いたんですけど、それと同じやり方で描いていきます。プロクリエイトの中にある左右対称ツールっていう機能ですね、これがすごい便利なので、それの使い方と、うまく絵を描くコツなんかを紹介していきたいなと思います。はい、じゃあ始めていきます。今回は 3000×3000 のキャンバスを自分で作って、そこに描いていきます。正方形のキャンバスになります。で、使うブラシはモノラインっていうブラシですね。カリグラフィーっていうフォルダの中にあります。で、このブラシはこんな感じで線の太さっていうのが一定になります。で、左右対称の絵を描く時の設定なんですけど、ここのキャンバスっていうところから描画ガイドをオンにして、で、その後編集描画ガイドに進みます。で、そうすると下にですね、この4つ項目あるので、この一番右側、対象っていうところを選んでください。で、線の色とか太さも変えれるので、ここで変えて OK であれば完了で、そうするとレイヤーのところがですね、アシスト中っていう風になってます。このレイヤーだけが左右対称ツールの、対象のレイヤーになります。で、こんな感じでどちらか一面に描くと、その反対側も同じような絵が描けるようになります。で、これを応用して左右対称のタンブラーを描いていきます。で、直線を引く時なんですけど、アップルペンシルで適当に線を描いて、グッてホールドしていると、直線が描けます。で、なおかつこの端っこを、指でタッチすると、垂直または水平のラインが描けます。で、他のレイヤーを描画アシストをしたい時なんですけど、さっきキャンバスの設定のところから行ったんですけど、ここレイヤーのところをタップしてもらうと、描画アシストっていう項目があるので、ここからオンにしても、左右対称の絵が描けるようになります。で、こうやって線がかぶってしまうところなんかは、レイヤーを分けた方が後から編集できるので、分けて描いてください。で、このタンブラーの上の部分ですね、あまりにも左右対称すぎると面白くないので、描画モード、さっきの描画アシストっていうところのチェックを外して、普通の単体でラインを追加してます。で、ここまでできたら、次色を塗っていきます。新しいレイヤーを上に追加して、そこに色を塗っていきます。で、コツなんですけど、一番上のアウトラインのレイヤー、ここタップしてもらって基準っていうところがあるので、この基準をチェックオンにしてください。で、下のレイヤーに好きな色を取ってもらって、こうやって放り投げていきます。で、そうするとその基準に設定したレイヤーに対して、色がはみ出さないように塗れるんですね。で、このタンブラーのスリーブの部分も同じようにタップして基準に設定します。で、その下のレイヤーに、色を取って投げていきます。で、タンブラーの色なんですけど、ハンバーガー、この前描いたハンバーガーの色と合わせたいので、スポイトで取って、で、投げていきます。で、最後ですね、一番上にレイヤーを追加してシャドウを描いていきます。さっきと同じモノラインっていうブラシを使って、タップしながらこう直線を引くように描いていきます。
で、シャドウの部分をですね、こうやって塗りつぶしができたら、このシャドウのレイヤーですね、の描画モードを上3に変えてください。で、上3にするとこうやって影っぽいですね、仕上がりになります。で、最後ですね、ちょっと蓋の部分が気に入らなかったので、もう一回描画アシストをオンにして、消しゴムで消して、最後、ラインを追加して終わります。はい、こんな感じでじゃあ完成ですね。完成したものなんですけど、書き出し方法としては、一旦背景の色をですね、なくしてください。オフにして、で、共有のところからピング書き出しをします。で、まあ、エアドロップで保存、送ってもいいし、自分のところに画像を保存しても大丈夫です。で、アイコンに送ったらこんな感じになります。で、アイコンを書くときなんですけど、基本的には背景透明のピング書き出しが一番いいと思います。なんか資料とかに貼り付けたりするときも背景透明の方が使いやすいです。で、ハンバーガーの絵がこんな感じですね。ラインの太さと色を同じように揃えておくと統一感があるように見えます。はい、ということで今日は以上になります。今日はですね、プロクリエイトでアイコンを書いてみたんですけど、プロクリエイトの動画が結構人気でですね、ああいうの書いてこういうの書いてっていうコメントをいろいろもらってるので、引き続きプロクリエイトでどんどん絵を描いていきたいと思います。はい、ということでご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。